ね、土曜のさ朝からさ姉妹でさ何やってんのこれ、ね、びっくりしたくないちょっとねあれねやばい体力の消耗がすごいちょっとねあーのところ申し訳ないんだけどせっかくのスポーツの秋、うん、だから、うん、次行こう、スポーツの秋どうしよう動かない行こう行こう行こう膝ガクガクなんだけど行こう行こういやまっちゃん本当に行こうか行こうか一種目目鉄棒集団の鉄棒はいもうっちゃねえうなり声ゆりちゃん止められないどうしよう、はい、一番高い鉄棒はいイコール厳しいうわっうわっいけないよ仕掛けなのうんあでもどうしようこれ怪我したら悲しいのちょっとえっ小杉さん小杉さん今足掛け回りやろうとしてたいやぶつかるんだよねゆら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 ね昔はあのコウモリフリオとか、うん、足引っ掛けてバーンっていやもうやだもうさっきかけかしの栄光使ってる第2種目目逆上がりどうしよう嬉しい第3種目ブランコはぁ私ブランコ割とちょっと苦手でさなんか多分視力が低いから、うん、その画像がさ、うん、見えてないから、うん、そのなんかグラグラが安定しないんだよね、うん、だからあんまりさなんかちょっとこ怖さがあるんだ、うん、あそういうことそう多分ねでねあとねあの歌思い出さない口笛はなぜ遠くまで聞こえるのそれで盛り上げて恐怖心を消すちょっと待って怖い待って本当だ久しぶりになると楽しいとかじゃないじゃないじゃんちょっと恐怖を感じない怖いね多分子供の頃と感じ方、ちょっと待って待って待ってシーソー怖いちょっと待ってしかも片手でしょこれカメラ持ってるからさ怖い足外せないこれあのまだ全部いってないんですけど高さで言えば高さで言えばこれまだあの平らで全然シーソーできてないんですけどあの平行ですけど地面と第4種目目シーソーできよやばい涙出てきたんだけどねえあれさ一言言っていい？いいよいいよあれさ、うん、土曜のさ、うん、朝からさいい年こいたさ姉妹でさ何やってんのこれね冷静に考えてみここにあの真正面に階段があるから、うん、登ってもらうと、うん、左右に滑り台が伸びてるから、うん、どっちがいいとか右にするオッケー分かったじゃあ白杖預かるよ、うん、で階段まで行くよ、うん、これねオッケーオッケーはーい登っていくよはいよ、うん、で1,2,3,4 が最後次が最後4が最後あうんこうねうんそうそうそうして滑り台わかるこうね、ね、そうそうこうかそう、いいはいはい、はいよはい
じゃあコズ、実際こういう公園で遊ぶのはどうなの？私は生まれつきの視覚障害だから、小さい頃はあんま何も考えず、なんかわーって遊んでいた記憶があって、なんかそんなに不便さを感じていなかった気がするんだよね。ただ怪我は多かった。あ、だから今大人になって来てみたら、やっぱり滑り台の階段の位置どこかとか、そもそもブランコ座る位置どこかっていうのがちょっと全然わかんないから、やっぱ今日みたいに一緒に来てガイドしてもらわないと、なんか遊べない場所だなと思った。まあ大人になったらね、そんなに遊ぶことないけどさでもその子供の頃との視点が全然変わってるなって。なんであんなに怖くなくて、こうガンガン遊んでたんだろうって思う。子供の時にさ、こずこっちだよとか何になるよって一切言ったことないだよね。お姉ちゃんとさ、友とさ、遊ぶこと多かったじゃん。でも姉ちゃん、私と弟に言ってなかったよね。言ってない。わーって走ってたよね。走ってるね、普通にね、なんか別に私も気にしてなかったんだよな。滑り台のガイドがさ、私も初めてだったから、なんか戸惑うっていうか、なんて言ったらいいんだろうとかって思いながらのあれだったから、一切やったことはないんだが、やっぱりなんか不思議だよね。怖いもの知らずだったんだろうね。でもなんか発見だね、そうやって。姉ちゃんはさ、小さい子私たちにガイドしたことないわけでしょ。ない。でも今ね、やってみたら、ね、ガイドが必要だったってわけでさ、まあね、あの視覚に障害ある人もそれぞれ違うとは思うけど、私は本当になんかちっちゃい頃との違いを感じた。久しぶりの公演どうだった？いや本当ね2つ印象深いことがあって、1つ目は逆上がりできたこと。すごかった。あれそう無理かなと思ったけど、できたことがよく自分頑張った、で2つ目が、あのシーソー、本当休日の日ね、午前中に2人で何やってんだろうなって思って、笑いが止まらなくて、涙が流れた2024年スポーツの秋、これにて終わりかん。おわんでした。意外と勢いある。ちょっと感動なんだけど、ね、よく逆上がりできたよ、すごいよそれは。そうでしょ、なんで先言ってくれなかった。ごめん、もうじゃあなんで私は止めてくれないの。ごめんちょっと